はい、それではこちらの表題の文献を紹介していきます。アブストラクトです。この論文は文法誤り訂正を行っているんですが、コピーメカニズムっていう機構を導入して、変更しなくていい単語や、モデルでは扱いきれないアウトボキャブラリーを、そのままコピーして出力するような機構を、導入するって話です。で加えて、デノイジングオートエンコーダーを使ってそのコピーメカニズムコピーネットを事前学習するってのと、トークンレベルとセンテンスレベルのマルチタスクラーニングをしてあげることで、スコアの向上を目指しています。で、結果的に、この2014テストセットでステートオブジェクトを達成しました。イントロダクションです。文法誤り訂正では、翻訳とは違って、ほとんどの単語がコピーされるっていう傾向があります。でこの表は、学習者コーパス3つのコーパスのこの2013 JFELG ラング8の、どれくらい単語がコピーされるかの割合を表してて、96%、84%、83% ということで、ほとんどの単語がコピーされているってことがわかると思います。で、このように変更しなくていい単語やアウトオブボキャブラリーの単語をそのままコピーするってことで、性能の向上が見込めるっていう話です。でコピーメカニズム、コピーネットと略するんですけどの説明を、軽くします。でこの、オレンジ色に書いてあるのが、通常のエンコーダーデコーダーモデルで、青色で書かれているところが、コピーメカニズムの箇所です。でこの、コピースコアーズって書いてあるのが、入力単語をどれだけコピーするかの確率を、単語ごとに、表してて、例えば、2番目の X2 の場所が高い確率になっているので、この X2 っていう単語は、出力の時に コピーされる、確率が高くなるっていうことを表しています。で最終的に、コピースコアーズと、デコーダー側のボキャブラリーの分布を、ケースアルファで、ミックスして、出力分布を得るっていう感じで、そのコピーする確率も考慮して単語を出力するっていうのが、このコピーメカニズムです。で先ほどのコピーネットを使うんですけど、コピーネットに単語をよりコピーさせるっていうことを覚えさせたいっていうモチベーションがあります。でそこで、デノイジングオートエンコーダーズを使って、これは、ある正しい文を持ってきて、その正しい文にノイズを加えて、そのノイズの加わった文から正しい文に復元させるっていうのがデノイジングオートエンコーダーズなんですけど、そのような考え方をさっきのコピーネットを使って、事前学習しておいて、で後でファインチューンするっていう考え方です。でノイズの加え方は、10% 確率で単語を、削除したり挿入したり置換したり、であと単語を、正規分布に従ってシャッフルするっていうことを行っています。であと、マルチタスクラーニングで、2つあってトークンレベルラベリングタスク、でこれは、単語の予測ごとに、その予測した単語が、正しいか間違っているかを、一個一個比較して、ロスとして計算していくっていうのがこれで、もう一つセンテンスレベルコピータスクっていうのは、訓練データ中に、間違えている文と正しい単語のペアだけじゃなくて、そもそも入力が正しいっていうものを訓練データに、加えて、正しい文が入力された時に、それをそのまま正しい文として出力できるかを見るんですけど、その時に正しい文が入力された時は、デコーダー側の、アテンション機構を、取り除くっていうことをして、で取り除くっていうのは、それだけその予測するときが、難しくなるので、
よりその正しい文が入ってきたときは、ちょっと難しいんですけど、それを学習させることで、よりその文自体をコピーさせるということを学習させるという目的があります。はい。で、訓練データと評価データです。で、訓練データ、この3つ使って、学習者コーパスじゃない、普通の大規模コーパスがこれになります。ここは飛ばします。と、結果です。で、上のブロックは過去の高いスコアを出したモデルの結果を表していて、で、R モデルのブロックは提案手法になっていて、もうコピーアーグメントモデルっていうのが、コピーネットを使った結果で、4つのアンサンブルを使っています。で、プラス DA、マルチタスクっていうのは、 DA がデノイジングオートエンコーダーズで、それを加えてさらにマルチタスクラーニングをした結果が、こちらで、上のモデルよりスコアが高くなっていることが分かります。で、一番下の結果は、スコアが高いんですけど、訓練データにノンパブリックな、公開してない大規模なコーパスを使っているので、こちらはちょっと比較できないというふうに言ってました。で、比較実験です。これはその元のモデルがトランスフォーマーなんですけど、トランスフォーマーから、いろいろこの提案手法を付け加えていったときに、どのくらいスコアが変化するかを見ていきます。で、スタートはトランスフォーマーのこのスコア で、コピーネットを加えることで、スコアが高くなっています。で、この結構スコアが高くなっているんですけど、この多くはアンノーンワーズ、アウトオブボキャブリになってしまった単語をそのままアンノンワーズに、アンノンワーズとせずに、その元のアートボキャブラリーになった単語をそのまま出力するっていうのが、この高いスコアを出している、一番高い影響を出しているっていうふうに言ってて、ただそのアウトオブボキャブラリーの単語だけが性能良くなったわけじゃない、のを、荒らしたいのがこの2つ目のブロックで、ここは、アンノンワーズを、評価から外したときに、精度が高くなるかを見てて、精度が高くなっているってことは、アンノンワーズの影響だけじゃなくて、他の部分も貢献しているよっていうことを言っています。で、下のプリトレーニングブロックでは、コピーメカニズムを使うんですけど、そこにプリトレーニングしたことで、よりスコアが上がるってことを言ってて、この2つ目は、デコーダー側だけプリトレーニングした結果 で、下が、エンコーダーデコーダー両方プリトレーニングした結果で、両方プリトレーニングした方が結果が高くなっています。で、さらにマルチタスクラーニングをすることでスコアが高くなっていることが分かります。はい。コンキュルージョンです。コピーメカニズムを曖昧訂正に応用することで、変化しない単語やアートボキャブラリーっていう、単語を考慮した訂正を行いました。で、ノイジングオートエンコーダーで、事前学習することとマルチタスクラーニングすることによってスコアの向上を確認しました。以上です。